吉田さん、今やね、命もお金で買える時代なのかもしれません。もしかしたらそうじゃないかもしれない。というのが、昭和の20年代、30年代って、やっぱみんなお金なかったんですけども、出産のことね、子供生まれてましたからね。なんか、生まれたら、近所の人とか関わる人みんなで何とかしたのかなと思うんですよ。貧しいながらも、人は生きていたのかなと思うんですよね。だから今でも、例えばね、手取り14万だろうが20万だろうができないことはないとは思うんですよ。ただ不妊治療ともなると金はかかります。すごい金がかかる。1年間で200万円ぐらい私不妊治療のために用意したんですよ。でほとんど毎日そのことが頭にあるし、病院にはいつ行かないといけなくなるって分かんないんですよ。病院に行って診察を受けたりなんだりするんですけども、明日来れるみたいなね、こんなこと言われて基本的に断れないんですよね。それはそうですよね。病院の方ではいろんなスケジュール立てて、不妊治療のために準備してくれてるのに、こっちがその日都合悪いんですよとか言ったら、それまで病院でしてくださったね準備が全部パーになるわけですから。だからそういう意味でね、私はもう常に365日いつでも大丈夫な体を作っといてよかったなと思いますよね。唯一予定があると言ったら47都道府県オフ会やってたんで、それを避けながら行ったやったって感じですかね。あとは私の方はねお金出すだけでいいんですけども、奥さんの方はね体が拘束されてますからね、いろいろと、要するに妊婦になる体を常に作っとかないといけないっていうことと、実際にメス入れたり管入れたりするのは私じゃないんでね、だからその覚悟とかも言ったでしょうね。それから身体的に結構不自由だったと思いますし、ベッドにずっと寝てなくちゃいけない日も何日も何日もありましたからね。で元気なんだけども動けないとか、あとはねいろんな処置をするんで、こう体調もすごく悪くなりやすくなっちゃって、それは1年間はねもうそれに没頭するような感じでした。これというのもお金があって時間があるからだと思うんですよ。じゃなかったら不妊治療にトライできないですよね。もう根性だけでは難しい、不妊治療は。多くの方が多分お金がなくて時間がなくて涙を飲んだんだろうなと思います。しかも不妊治療の成功率はまだね5分の1ぐらいですから、トライした人みんながうまくいくわけではないんですよね。でトライしたそのたんびに100万200万かかって、3回のトライするとなんかね5、600万とか1000万以上かけてる、そういう夫婦もあるんですよ。いやだからね、それに比べたらっての変ですけども、ビジネスごときはそんなに難しくないですね、この不妊治療に比べたら。不妊治療はテクノロジーが進化してそれを受け入れる病院があって、そのサービスを提供する医師や看護師さんがいらっしゃって、きちんと精神的に安定させてくれる身内とか周りの人がいるからこそできるんですよね。で体力的にも元気でないといけないし、いろんな条件が重ならないとできないんですよね。だから私もねちょっと、ね、今思い出して言うんですけども、その1年はとにかくね精神的なケアを第一に私は考えて、毎日、美味しいものとか楽しいこととか嬉しいこととかっていうのを量産してですね、彼女に送り続けましたよね。病院に行った帰りは基本的に、デートといいますかね、いい午後を送れるようにいろいろと計画してね、不安でないことと安心できることと期待が持てること希望が持てること、こういうのを全部詰め込んでね日々を送りましたね。でおかげさんで実を結んだってところがありますけども、これがねいつまで続くかわからないっていうこの恐怖はありますよ。私の場合は1年ちょっとで、不妊治療期間終わったんですけども、これね3年とか5年になってくると一体いつまでこれかかるんだろうとかね、もう諦めないかっていう風な気持ちも出てきたりとかして、それが元で離婚になるっていうこともあったりするんですよね。いやだからねビジネスはそこまで厳しくないんで、生命の誕生ぐらいはクリアできると思うんですよ。ただし手取り14万で不妊治療はほぼ不可能なんで、私と同じぐらいの年代のね男性に言いたいんですけども、女性でもいいんですけども、やっぱり男もね40半ばになってきたりとか35ですね、35を過ぎたら自分のせいで不妊治療になるかもしれないっていうことも考えてね、やっぱりしっかりとお金を貯めとかないと、せっかく
若くて可愛いねお嫁さんが来ても自分のせいで奥さんには問題がないのに、なんかね妊娠できないっていうことにもなりかねないんで、自分の体をしっかり作っていく。あ、そう、私ねサプリメント毎月毎月5万円ぐらい取ってましたよ。すごくいいやつ。もうどうせサプリメント取らないといけないんだったら、あの処方してもらったものとプラスもう金に糸目をつけずにね、さまざまな少しでも効果があると思えたものを全部試しましたね。いやだからね、ほんとお金かかった。で不妊治療に対する補助金っていうのがあるらしいんですけど、私の場合全然ダメですからね。納税額が多い人がその恩恵に受けられないわけですよ。まあまあいいですけど、それはね、おかげさまで大和君生まれたんでね、科学の粋を集めて多くの人の期待を背負って生まれたのかなと思いますんでね、まあ半ば誇らしいそんなね、体験でございました。いやでも本当にね、お金と時間が確保できると不妊治療もしっかりできるんですけども、でもねお金や時間がいくらあっても不妊治療が成功するかどうかっていうのは神の溝知るってことですからね、まあ、運が良かったと思います。やっぱりビジネスでもこういったことでも私は運が良かったと思うんでね、本当に良かったと思いますね、まあ、だからといって運任せじゃダメですよ。全部やった後で乗るか反るかは最後は運任せってことですからね。何もせずに運がないっていうのはちょっと違うと思うんでね、じゃあタイトルは14万円の運ですね。これはね、いってらっしゃい。